重厚 B ファイター。1995年放送、メタルヒーローシリーズの第14作であり、前作ブルースワットとは対照的にメインターゲットを戦隊と同じ3歳から5歳児に引き下げ、力強い昆虫モチーフや集団ヒーローによる軽快なバトル路線が打ち出されました。内容は昆虫のせいに選ばれ、インセクトアーマーをまとって異次元侵略集団ジャマールに立ち向かう3人の戦士 B ファイターの活躍を描くもので、特に前半では主人公たちが学者ということもあり、環境問題もテーマの一つとなっていました。文字通り重厚な造形やギミック、個性溢れるキャラ、大規模な敵組織など、メタルと戦隊のいいとこ取りのような作風が魅力的でしたね。女性戦士のレッドルは中盤でクールなレイからチャーミングな前に交代しており、これと並行して出現した強敵ブラックビートの存在感も相まって、作品後半にかけてはバラエティに富んだエピソードが増えていきました。当時の玩具売り上げも好調で、翌年には続編の B ファイターカブトも制作され、またアメリカではビートルボーグとしてリメイクされています。